今回は少し大きめの肩掛けショルダーバッグをご紹介していきます。現在ですね、たくさんものが入っているという想定で、タグの外側にあるボタンホールにボタンを引っ掛けています。こちらですね、少し中身を抜きましょう。口がもう少し閉まった方がいい時ですね。上にあるボタンホール、2段階ボタンホールになっていますので、奥の方に留めてみます。またこちらのショルダー、今回は調節できるようになっていますので、目いっぱい伸ばしてタブをボタンで留めます。すると両側にですね、この長さのベルト、こちらで肩にかけるとリュックにもなります。では作品に入っていきましょう。はい、今回は大きなショルダーバッグを作っていきます。綺麗なプリントですね。とこちら、口の部分に少しカーブが入っています。そして脇、そしてそこに大きなマチの部分があります。ではまず表地、こちらを中表に合わせていただいて、両脇、そしてそこの部分ですね、マチを除いて脇と底を縫っていきます。そして同じように裏地も両端1センチ、そして底を縫うわけですが、そこは返し口、こちらを開けた状態で両端縫いましょう。今回は中心から6センチ、6センチ、12センチほど開けて底を縫っていきます。では、表と裏とそれぞれに脇と底、縫っていきましょう。縫った後はアイロンで縫い代を割ってください。はい、脇と底、縫ってアイロンで縫い代を割りました。こういった脇をアイロンをかけるとき、こういっただね、袖マン、腕マンとも言います。こういったアイロン台を使うと、とても便利にアイロンがかけられます。こちらは裏になりますので、底、返し口開いています。では次ですね。脇の中心、そして底の中心、こちらを合わせていただいて、十の字になるようにですね。こちらを留めます。そして、縫い代1センチのところ、両側縫っていきます。そして、表もですね、同じように。こちらは裏ですが、こちらの裏も十文字に合わせて、同じく1センチの入ったところ縫います。そして表ですね。表も同様。脇の縫い代、そして底の縫い代ですね。こちらを それぞれの脇中心、そして底の中心、こちらを十の字に合わさるように留めていただいて、1センチのところですね、両側合計4箇所底待ち縫っていきましょう。はい、表の底待ち、そして裏の底待ち、両方と2箇所ずつ合計4箇所縫いました。では次に表の布、こちらを裏から表に返します。角をきちっと出すために指を入れて
ひっくり返してください。反対側もですね。指を入れて、ひっくり返します。この時点で角をちゃんと出しておきましょう。はい、四隅出しました。次ですね。口の部分に入っていきます。では今回は3センチと大きなボタンを使用しますので、こういったタブを使用します。大きなボタンホールのできない方、またアクセントになるこういったタブを作る場合ですね、ボタンホール穴かがりを使用しないボタンホールの作り方、動画がございますのでそちらを参照ください。ではこちらの口の始末に入る前に、動かないように固定をしていきます。こちら背面になる方側の端から端中心と、そしてタブの中心、こちらを合わせます。そして本縫いは1センチのところを縫いますので 0.5 のところ、こちらに粗い目で素縫いをします。そして今回はショルダーになりますので、調節金具、こちらを使っていきたいと思います。15センチの長さのベルト、幅は今回3センチを使用しています。中心の棒に引っ掛けて動かないように固定をしておきましょう。こちらをですね、表側から正面を向く方側の前になるように、脇とそしてベルトの中心を合わせて、こちらも同じように5ミリのところですね、しつけの代わりに粗く素縫いをしておきます。そして長い方のベルトですね、今回は少し肩の部分にアクセントを加えてみました。とこちらの方も同じように、脇の部分そしてベルトの中心を合わせて、やはり5ミリのところ、こちらをしつけ代わりに素縫いをしておきましょう。ではまずこちらの3箇所しつけをしていきましょう。はい、長い方のベルト、そしてタブ、そしてこちらの呼気管の入っているベルトですね、素縫いをしてしつけをしました。ではこちらをですね、裏布、こちらと中表に合わせなければなりませんので、こちらの裏布を本体の表と重ねていきます。はい、こちらのベルト中に入れてください。口を縫うときに邪魔にならないように入れてくださいね。はい、もたもたしておりますが、では脇ですね、こちら呼気管のついている方の脇、表の脇とそして裏の脇、この位置がちゃんと合うように、こちらも固定します。こちらもかなり厚みを増してきますので、16号針をおすすめします。そして反対側ですね。こちらの裏の脇、そして表の
脇、こちらも合わせていただいて、留めていただきます。それぞれに脇と脇の中心ですね。こちらも合わせていただいて、中心を、印をしとくといいですね。はい、合わせていただいて、一周ぐるぐるっと1センチの縫い代で縫っていきましょう。はい、口の部分を一周縫いました。ではカーブのところですね、こちら縫い代が引っ張るといけませんので、少し切り込みを入れておきましょう。そしてベルトタブのない位置ですね、出来上がりの方にアイロンをかけておくと良いでしょう。そしてアイロンをかけましたら、底の返し口開いておりますので、こちらから表に返していきましょう。はい、返し口から表に返しました。口の部分切り込みを入れてありますので、綺麗にカーブいってますね。ではこちらの返し口、手でまつっていただいても結構ですし、ミシンで最小限ですね、1ミリぐらいのところを縫って閉じていただいても結構です。では今回は縫って閉じていきます。はい、返し口ミシンで閉じました。では次にカバンの表地の中に裏布を入れて行きます。そして角の部分ですね、ちゃんと合わせていただいて、反対側もですね、はい、そこのまちの角を合わせることで、口の部分ですね、はい、揃ってきます。ではこちらアイロンで口の部分を押さえていただいて、綺麗に収まりましたら、ベルトの後ろの部分、こちらの口の部分から5ミリのところ、ぐるぐるっと一周ステッチをかけましょう。はい、口の部分5ミリのところステッチをかけました。では最後の作業に入ります。タブの中心、この位置ですね、口から 2.5 センチのところ、こちらにボタンを取り付けて完成になります。最後までご覧いただきありがとうございました。